新しい技術を開発して社会に貢献する、そんなミッションに挑む花王の研究者たち。その中の一つのチームが5年にわたり向き合ってきたのがある生き物です。まだ決定的な治療薬のない感染症、デング熱やマラリアなどを引き起こすウイルスを媒介してしまう昆虫、蚊です。花王が誇るスキンケアでの知見を生かして目指したのは、蚊が嫌がる新しい製剤。イメージしてるのはボディーローションみたいに、結構毎日塗りたいような感触。東南アジアでは蚊が運ぶウイルスによって起こる病気が問題。特に重症化しやすい子どもの被害は深刻です。メンバーたちはタイと日本を行き来し、現地の大学と協力するなどして、活発な東南アジアの蚊にも通じる製剤の開発を進めてきました。世界の誰かの役に立つために、研究者たちの足跡を見つめます。日本でも出回っている蚊の忌避剤、花王が開発を目指したものとは何が違うのか。プロジェクトのリーダーは、かつてアメリカのロックフェラー大学で蚊の研究をしていた中川。今回の研究の独自性を聞きました。蚊から身を守るのって、ある程度ある有効成分をいっぱい肌に塗って、そこからこう揮発させて、なんていうんですかね、起草中で蚊が認知して蚊を近づけないっていう発想なんですけど、まあ、我々やろうとしたのは起草でというより、肌をコーティングしてあげて、人の肌をの性質を蚊が止まりたくない性質に変えるっていう発想で、蚊から吸血されない技術っていうので、まあ、これまでの発想とは全然違うと思います。はい。蚊の習性を深く知るためには、蚊を大量に育て実験を積み重ねなければなりません。研究者たちは日々蚊を卵から返して育てています。で、これ見てもらうと分かるんですけど、これがボウフラです。蚊の幼虫と、ちょっとこの黒く丸っこくなっているのがサナギになります。蚊は卵から帰り成虫になるまでおよそ10日かかります。中川の右腕竹内がチューブを吸って取り出しているのがメスの蚊です。オスと交尾した蚊は卵を宿すために血を欲しがります。実験はその吸血意欲が高まったメスを選んで行います。取り出した蚊を氷に近づけて体を硬直させます。そのまま吸血実験を行うと、人体に影響を及ぼす可能性もあります。だから実験は、針の先端を一匹一匹切って行います。体長5ミリほどの小さな蚊。オスとメスにはどんな違いがあるのでしょう。はい、こちらがオスの蚊になります。この頭部にひっついている触覚のところがちょっと毛がふさふさした感じになっているのがオスの特徴です。でメスの蚊は、こっちになります。で、特徴としてはこの頭部についている触覚がちょっと直線的で、ところが特徴になっています。で体もちょっとオスに比べると大きめになっています。
中川にとって蚊の魅力とは。病気を媒介する生き物だからこそ嫌われていますけど、まあ、血を吸うからなんですけど、冷静に考えると人に10メートル先から人を見つけてこう駆け寄ってきてくれる生き物って考えると、まあ、世界中で一番人懐っこい生き物っていうふうに僕は考えてたこともあるんで、はい。一方、手作りの装置でハイスピードカメラを使った実験を担当していたのが材料開発のスペシャリストの飯倉。脱ぎ始めたのは朝から履いていた靴下。この靴下を使って蚊をおびき寄せ、さまざまな材料に触れさせてどんな反応をするのかを見るのだというのです。靴下必須ですね。ないとあるとでは全然違くて、これでなんか吸血できるあの物体が、まあ、いそうだなっていうのに気づいて、まあ、活性化されてテンション上がって、で最終的にこの基板を触るような実験になってます。実験を繰り返す中で蚊が興味深い反応を示した製剤がありました。それが化粧品にも使われるシリコンオイルを配合した製剤です。蚊はその製剤を塗った基板に触れた時どんな反応をしたのか。実験を見てみます。シャッター開けます。すると蚊が基板の方にアクセスできるようになります。靴下がついた基板に蚊が触れたようです。今触ってみましたね。取れたかな。今ちょっと再生すると飛んできた蚊が触って逃げて、また触って逃げて、で飛んでいくと。蚊は基板に触れるのですが、すぐに飛んでいってしまいます。実験を重ねると多くの蚊がおよそ 0.1 秒というわずかな時間ですぐに飛び立っていることが見えてきました。製剤を塗らないで実験すると蚊はそこにとどまり吸血の体勢に入りました。シリコンオイルが肌に蚊をとどまらせない鍵になる、そう確信してメンバーたちは製剤の改良を続けたのです。化粧品で使われるようなシリコンオイルで蚊を逃がすという方法が今まで報告された例がなくて、まあ、新たに蚊で見つかった蚊よけの方法、似たようなあの水と油を混ぜたようなあのクリーム状のものなんですけれども、蚊がどれすごく逃げやすいような性質物性に実際に細かく調整がしてある。さらにオイルに触れた後の蚊を見てみると、足や針についた製剤を嫌がるように取ろうとするような行動が見られたのです。日本で検証を重ねた製剤の効力は世界の蚊に通じるのか。その研究のため東南アジアのタイに派遣されているのが滝沢です。タイも蚊による感染症が多い国。国立マヒドール大学が蚊王の研究に協力しています。日本でもタイでも何度となく行ってきた蚊の行動観察。何も塗っていない腕にはご覧の通り。あの製剤を塗った腕には蚊はとどまりません。
プロジェクトが動き出しておよそ5年、花王の新しい技術が製品になろうとしています。販売は東南アジアのタイから始まります。我々としてはあんだけあれだけいろいろ検討してきたので、きっと皆さん喜んで使ってくれるんじゃないかなと思ってます。まあ、親御さんのこうその悩みみたいなのもすごくこう現地に行って話を聞いてすごく身に染みることもありましたし、なのでそういう方の悩みが少しでも解決するようなものにこう役立てればすごくありがたいなと思っています。まあ、自分がこうずっと研究してやってきたことが実を結んだと思っているので、はい、人生的には満足しています。ただまあこれ一品物を出したからといって今枯れ困っている人の数が減るかっていうとそうではないと思うんで、もっとこう社会貢献活動に今後は物だけではなくて突き詰めていきたいなとは思ってます。